スマピコ、イエーイ。どうも始まりました。スマホピコピコクラブ、略してスマピコ、お送りするのはアメリカザリガニ平井だろということでよろしくお願いいたします。はい、今回も、スマホのゲームをやってみたいと思います。オービットサーガということでございましてですね、私どものこの配信ではですね、できる限り、動画編集を抑えて、仕事を減らしていくということで頑張っております。そうですね、だいたい10分をめどにお送りしたいと思っております。そうすることによってオービットサーガが非常にこうリアルに感じれるんじゃないかなと、そう思っております。他の実況とのサーガも広がっていくかなと思っております。さあ、どうでもいい話はやめていきましょう。どーん、これでどうにかなったかなというふうには言われてるんですけども、続けていくんかな、どうにかな、とりあえずお疲れ様と。確か巻き込まれたんですね。なんやね、サマナーなんやね。サマナーってなんなんやろね。セイントサンドが想像した広大な宇宙空間なんやね。そこに巻き込まれとるんやね、わしはね。なるほど、スターアイランドと呼ばれる島を作り出したと。おう、契約してもらった。なるほどね。いやー、今の日本とはかけ離れてるもんがあるわね、これは。島が浮いとるしね。あ、そう、サマナーとして召喚された。あ、私召喚されたやね。あ、そう、派遣されたわけやないんやね。そう、契約しないと力発揮できない。この島にはずっと現れてなかった。寂しい状況。ああ、ほんと困ってた、守護妖精で。そこに僕が来たからこの島守ると。もうそんなつもりなかったんですけどね。どんどん巻き込まれております。いや、帰りません、帰りませんよ。うん、帰りません。うん、あと宿さえね、3食のご飯と宿さえ与えてもうたら頑張りますよ。うん、貸しましょう。ただ高いでー。うん、いや、もう頑張ります。なんかとりあえず本当に戦わなきゃいけないですよね。この前やったのがもう2週間以上前なんでちょっと忘れております。ほう、ガーディアンを召喚することができる。一体召喚しましょう。おう、究極召喚ガチャ、ありがとう。なんかかっこいいのがええな。来てくれへんかな。お、よいしょー、いでよ。ん、ちょっと待って、大丈夫この子で。ちょっと待って、大丈夫、氷河の重装歩兵で大丈夫かな、いけてんの。もう一回、あ、足りひんわ。はあ、あ、そう、久しぶり見た、よかったね。 あ、そう、頼もしい。こっちからしたらちょっと弱いんちゃうかな思ってるけど、
ああそう。へえ。ああ育てると。わかりました。強くしたいガーディアンはですね、変えるチームではなくて、この新しい、これ えこれなの？絶対これなの？今ガチャで出てきたやつじゃないの？ヤギなの？あ、そう、わかりました。はい、チュートリアルは続く感じかな。あ、別のガーディアン融合させて強なると。同じやつはどんどん掛け合わせやな。ここにセットする。あれ変えるやん。どういうこと？変えるでええの？あ、そう。え？はい。これでヤギ強なったと。おお、めっちゃ強いな。おお、あ、めちゃくちゃ上がるな。あ、いきなりレベル20。そん、ピッコロと一緒やね。ピッコロも合体して強なるから、それまでの経験値とかそういうの関係ない、友達付き合いとか社会の仕組みに順応していくとか起業するとかそういうのは全く関係ない。合体することによって強なります。はい、進化最大レベルまで成長させるといいと。やっぱこのレベル 20が強いかな。でこれを進化、もう最強なのかな。で進化して素材がいる、持ってると。あ、くれんのね、ありがとう。あ、わかりましたよ。おー、ヤギがものすごい悪そうなヤギになった。あ、盗賊になってるんや。強そうなのかな、悪そうになっただけ。このヤギを使って守ると。でガーディアン図鑑にどんどん貯めていけばいいんやな。あー、すごい増えていってる。んん、 なんかくれんの？あ、そう。え、あ、ヘルメットやん。ちゃうの、これかぶとヘルメットやんな。え、でガーディアン限界で育てることでまたプレゼント。ああ、プレゼントくれ、ありがとう。あ、装備画面で装備できる。へえ、はん、いやいやいや、安心感ありがとうございます。ん、あ、そうなの、破壊された、ま、直しに、ま、行きましょうか、行きましょうか。島カスタム、おお、あ、ほったらかしなんや。あかんやね。あー、いろんな要素あるけど、これをここに置けばいいのかな。うん、つながったつながった。おー、ガーディアンをタップしよう。はい、はいはい、誰、カエルに、カエルちゃんをここに置きましょう。はい、緑の円はモンスターの警戒範囲、この円の中に踏むと攻撃してくれる。ガーディアン同士あまり近く配置することできない。他のガーディアンと青い円が重ならないように配置してねと。左上に表示されているコストが10しかないので、今10の10分の2使ったと。このコストの組み合わせで、最強の島を作っていく。さっきの、黒い羊ね、盗賊一度この辺りに置くと。でこのカエルちゃんもこの辺に置くと。こうすることによって警戒する領域が広くなると。大体こんな感じかなと。いろいろ対峙するの大変だから、大変。あ、ランダムで勝手にやってもらえることもあると。うん、保存してください、保存します。さあ、そろそろ戦いたい。このままだと
島の編集のまんま動画が終了することになる。この島編集、はい、来た編集来た。メインアイランド、このオービット最終防衛ライン、これ大事。ここにさっき召喚した仲間、普通の星さんの仲間を置く。言っても強いからこの辺に置くのかな。保存ボタンタップすれば、終了ということでございますね。これでお互い防衛は OK と。島一定時間ごとに星砂を生産する、これをタップして砂集めておいたら後で使えますと。今は全然採取できへんけど、チリツモっていうね、チリツモですかねみたいな。島の整備は OK。 じゃあ一旦元の世界に帰るって、そのどうすればサマー様が元の世界に帰れるかは実はルシかもしれないんだ。なんとかすると言われましても、どうも安心できないな。あなたのやり口は分かってるんですよ。僕が現実世界に帰れないと思って、ちょっとそんな話してたら侵入者って言って話をごまかしたということで、ここで終了。今回はオービットサーガの島の編集の仕方について動画をお送りしました。次回は戦うぞということで、皆さんこの辺で、それではまたさようなら。すげえな、島の編集だけって。